昨日、仕事中に乗った都営新宿線で、ばあさんが前に立ったんで、さっとさりげなく席を譲ったんだよ。そしたら、ばあさんランキングでは、ローアークラスだったらしくてムッとした顔で、そんな年じゃないとか言い出してさ。そんなん、空っぽの席を前にしてああだこうだ、言ってたって気まずいだけじゃない、お互い。で、前に2ちゃんで見た。っていうか、最初に書き込んだのも俺なんだけど。ジェットストリーム張りの低音でさ、耳元に囁いたったの。お年だなんてとんでもない。レディファーストですよ、お嬢さんって。ババアが真っ赤になって照れる姿なんて初めて見た。量産型のババアが一気にシャア専用。もう、ね。血管切れて死んだら、多分、俺犯人って感じ。も、ば、何言って、ちょわらわら。とかもう、ぐだぐだのカミカミで何、そのツンデレターン。ありがとうとか、ちっちゃくささやかれちゃった。あれだね、俺わかったよ、血覚えた、って感じ。女はいくつになっても、可愛いレディになれるってことだね。思わず、ちょっとぼ、いやなんでもない。田舎のお母さん、僕紳士になれたよ。